こんにちは、篠田敦です、イヤートレーニングの動画の第2回目のつもりで撮ってます。前回にね、わりかしこう説明みたいなものはしたので、今回からね、毎回こう3問ずつぐらいかな、出していく、ね、短いサクサクした動画にできればいいかなと思っております。じゃあもう早速1問目いきます。1問目はですね、キーは B フラットにします。これが小音で4分の4拍子です。今回も2小節からいこうかな。じゃあまずは譜面に、B フラットの、ね、調合、トーン記号を書いて B フラットの調合を書いて4分の4って書いて、まあ、2小節ってもう事前に伝えてあるので線半分、ね、小節半分に区切って、準備できたでしょうか。できたかな。まあやっていきます。これがショーン1、2、3、4。もう一回いきます。1、2、3、4。さあどうでしょうかね。もう2回弾いて、答えいきます。1、2、3、4。もう一回いきます。最後です。1、2、3、4。では答え出します。はい、答え出ました。じゃあ見比べて、聞き比べてください。1、2、3、4。はい、こんな感じでした。じゃあ、もう一問やってみようかなと思います。次はキーは D にしようかな。 ABCD の D です。ディズニーランドの D。 まあ4分の4にしようか。これも4分の4にしましょう。 D のキーで4分の4、2小節、譜面用意しましょう。できましたかね。じゃあやっていこうかな。これが小音。いきます。1、2、3、4。こっちの方が簡単だったかな。まあいいか。1、2、3、4。できましたかね。どうでしょうか。まあもう2回弾こうかな。いきます。1、2、3、4。あと1回。1、2、3、4。はい。どうでしょうか。じゃあ答えを出していきます。はい、こんな感じです。じゃあ聞き比べて見比べてみてください。 1、2、3、4。
まあ今回はねこんなもんにしようかな。なんとなく3問ぐらいを考えてたんですけど、ちょっと動画長くなっちゃうと、僕短い方が好きなので、こんぐらいにしようと思います。これだけでね、こう完璧なイヤートレーニングは当然ならないし、普段自分で工夫して自分で録音して問題作ったっていいわけだしね、忘れた頃にやるみたいな、そういうのも非常に有効です。これを機会にね、そういう自分の練習ルーティンの一つに、ね、入れてみるといいのかなと思います。ということで今回はここまでにしようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。